グレートバリアリーフ。グレートバリアリーフは、オーストラリア北東岸に広がる、世界最大の珊瑚礁地帯。漢字表記は大保障。南位10度から24度にかけて広がり、2600km、1600マイルを超える長さに2900以上の暗章群と、約900の島を持ち、総面積は34万 4400km 以上となる。地理的な位置は、 クイーンズランド州沿岸の珊瑚海に存在する。グレートバリアリーフは宇宙空間からも確認できるほど広大であり、生物が作り出した単一の構造物としては世界最大である。しかし、その生物とは微小な珊瑚やポリップ等の有機体であり、これらが数十億集まって形成している珊瑚礁そして、この暗礁は、 生物多様性を支える重要な役目を持ち、1981年に世界遺産、自然遺産に登録された。1997年、CNN は、グレートバリアリーフを、7大世界の教自然部門の一つに挙げ、クイーンズランド州のナショナルトラストは州を代表る、象徴に認定した。暗礁のかなりの部分は、グレートバリアリーフ海洋公園に指定され、 漁業や観光など人間の行為が及ぼす影響を制限している。ただし、表面流出や気象変動による産後の発火現象、鬼人での異常繁殖など生態系に打撃を与える環境変化が発生している。これらへの対策も取り組まれており、その統合沿岸管理は先端的な事例にも挙げられる。オーストラリア先住民のアボリジニやトレス海峡。 諸島民たちは一万五千年前から長くグレートバリアリーフと共生を続け彼らの文化や精神に多大な影響を与えてきた。ヨーロッパ人移住後は1770年のジェームズ・クックなど探検や調査が進んだ。1960年代にはグレートバリアリーフ内での石油屈作が認められたことを契機に賛否の論争が起こり、1970年代からは 保護に向けた検討が始まった。近年は観光地としても著名となり、特にヤケアンズ地区が知られる。観光収入は年10億オーストラリアドルに上り、重要な経済要素となっている。グレートバリアリーフはグレートディバイディング山脈地域の顕著な特徴となっている。小さなおその中に含んでいる。最北端の島であるグランブル系と、 パプアニューギニア南海岸ののトレス海峡から最南端のレディーエリオット島とフレーザー島の間の名もなき海峡まで続いている。レディーエリオット島はブランブル系から南東に直線距離での位置にある。約900の島のうち600は大陸起源、300はサンゴ礁を起源とする。新世代以降、オーストラリア大陸は 年間7センチメートルの速度で機体移動している。大陸東部は隆起を続けた時期があり、クイーンズランド州に長さ400キロメートルにわたる分水海を形成した。この時期、活発な火山活動や玄武岩流が続き、河口岩が露出した部分によっていくつかの島が形成された。そして、構造盆地が形成されると、ここにサンゴが進出し始め、後のサンゴ海となった。 しかし、約2500万年前頃まで、クイーンズランド北部は温帯水域であったため、サンゴが繁殖するには、海水は冷たかった。ここから、グレートバリアリーフの形成は、複雑な経路をたどる。やがて、クイーンズランド水域の気候は熱帯へと変わるが、同時に、海深の変化も起こりサンゴ礁の成長と衰退に、影響を与えた。サンゴは、直径で、 年間1から3センチメートル成長するが、垂直方向の成長は、年1から2 5センチメートルにもなる。しかしこれには、日光が欠かせず、そのために、深度1 5 0メートル以上の場所では成長は難しい。クイーンズランドの海岸が2400万年前に、熱帯気候となった頃、一部に、サンゴの成長が始まったが、グレートディバイディング山脈の侵食によって、 堆積作用が始まり、三角臭や及びタービダイトが形成され、それらは、サンゴの繁殖には、阻害要因となった。一千万年前には蓄積した大佐が水深を下げ、さらにサンゴの成長を邪魔する土砂が被りにくい沖まで、体が進んだ。ただし暗礁となるには、基盤となる部分へのさらなる堆積が必要だった。四十万年前には、魔氷期が訪れ、 浅い海の海水温度は一時的に摂氏4度ほど上昇した。現在のグレートバリアリーフを形作る基盤となる地層は古い暗礁や火山の名残などを含む海岡の上にクレートディバイディング山脈からの堆積物が重なった海石海岸平野である。うちの産後省リサーチセンターは50万年前の産後骨格による交渉を発見した。 グレートバリアリーフ海洋公園管理局は、初期の暗証は60万年前頃から形成が始まったと、右見解を述べ、現在生育している。サンゴ群はその上に、約2万年前から成長を始めたと考察している。もこれに同意し、成長開始の時期はにあたり、海神も現在より120メートルほど浅かったと、述べている。2万年前から6000年前にかけて、 海水準変動によって海面は上昇した。これに伴い、サンゴは海岸平野上でより高く成長した。一万三千年前の頃、海面は現在よりも六十メートルほど低く、その頃には海岸平野の球場部は大陸島となり、サンゴの繁殖はその周囲で起こった。海面が上昇に転じると大陸島は水没し、サンゴは海球場全体で成長するようになり、 現在の小島や暗礁へと成長した。約6000年前から今日にかけての期間、グレートバリアリーフ周辺では海面上昇は起こっていない。CRC サンゴ礁リサーチセンターは、現在生育しているサンゴは8000から6000年前にサンゴ礁を形成したものが絶滅せずに繁殖しているとの見解を述べた。リーフ形成当初のサンゴ礁と似た古代の保障は、 西オーストラリア北部のキンバリー地域で見ることができる。世界遺産に登録されたグレートバリアリーフの地域は70のエコリージョンに分けられ、うち30はサンゴ礁のエコリージョンである。北部にはリボンリーフや三角集体石礁が形成されているが、それ以外の地域には同種のものは見られず、干渉は存在しない。また、サンゴ礁が オーストラリア大陸と接触している部分もほとんど巨匠は広く見られ、特にのような島と接触して形成されたものが、南域で特に顕著である。昇降を伴う、珊瑚礁も南部で多く、北部でも沖などで発達している。中部域で最も一般的な形態は、周辺などのような三日、ガッツ省であり、グレートバリアリーフ海洋公園最北部やなぎ、 20から22度のスウェイン症などでも確認される。面上症は、ヨークミサキ半島及びプリンセスシャロット湾からケアンズまで広く分布し、リーフ内の多くの島で発達している。グレートバリアリーフは、気球種や絶滅危惧種などに相当する固有種と、多くの生命にとって安住の地でもある。クジラやイルカなど30種が、グレートバリアリーフで確認され、その中には、 ネズミイルカか、ミンククジラ、薄色イ,イルカ族、ザトウクジラ等も含まれる。ジュゴンの個体数も多い。ウミガメの仲間は6種類。青ウミガメ、オサガメ、タイマイ、アカウミガメ、ヒラタウミガメ、ヒ,ウメ,ヒメウミガメが見つかっている。青ウミガメは、集団遺伝学検知から2種類に分けられ、暗礁の北部と南部にそれぞれ生育している。海藻は15種あり、 魚類の生息域となり、ジュゴンやカメを引き寄せる。最もよく見られる海藻の属ハとである。暗礁近郊の海岸線にあるマングローブや潮沼では、イリエワニが生息する。巣についての報告はなく、海洋公園では、海生ワニは広範囲に生息するが、各個体は、孤立気味である。サメ、赤いイカ、銀ザメメは125種が暗礁で確認されている。 南体動物は5 0種近くが確認されており、や多様なウミウシ、などがいる。四49種、タツノオトシゴは9種が確認された。東部では少なくとも7種のカエルが生息する。鳥は215種、この中には22種の海鳥と32種の海岸線に住む鳥を含み、暗礁を巣やネグラの場にしている。その中には、シロハラウミワシやベニヤジサシも見られる。 ほとんどの映像は北部、または南部の島で行われ、140から170万羽が繁殖する。また、グレートバリアリーフの島々は知られているだけで2195種にも上る植物の生育地となっており、固有種も3種が見つかっている。北部の島々に茂る300から350種の植物は樹木が多く、南部の200種は双本中心という傾向がある。 ウィットサンデー地区は最も植生が豊かな場所で、1141種が根付く。植物の電波には鳥が貢献しているウ。海蛇川17種が水深50メートル未満の暖かい海水の領域に、住み、北部よりも南部でよく見られる。世界遺産登録区域の海蛇には固有種は見つかっておらず、絶滅の危惧もない。 魚は1500種以上が暗礁で生活し、熊の実やバラフエダイ、レッドスロートエンペラー、数種のフエダイカヤなどが知られる。49種がするが、他の84種は、放乱を行う。ホヤの仲間は少なくとも330種が、水深1から10センチメートルの暗礁に生存しており、外行動物は300から500種がいる。サンゴは、 約71族400種。イシサンゴの仲間もウミトサカの仲間も見られる。ほとんどが配偶種で生殖する種類であり、春や夏の水温上昇や月齢、および日周期の影響を受けて、配偶種を一斉に放つ行を取る。グレートバリアリーフでは10月に、満月の後の週に、これらが見られ、ショーの外では11月や12月に行われることも、ある。 通常の海と坂は三十六種が生息する。海藻や海藻は五百種が暗礁で生育し、その中には上に長さ百メートルにもなる群を作り、その様子がタウリンにも被される十三種もある。気候変動、公害、鬼人での繁殖、漁業がグレートバリアリーフの健全な状態に与える脅威は大きい。他にも海難事故、石油流出や台風も無視できない。 原生動物が引き起こすサンゴの骨格を犯すや汚染へ影響するは31種のサンゴに影響を及ぼしている。サンゴ症研究のためのアークセンターの報告書によれば現在北部地域でサンゴの67%がサンゴ症の最悪の被害を受けて死亡したことが明らかになった。グレートバリアリーフ海洋公園管理局はリーフにかかる最大の脅威は サンゴのを引き起こす気候変動だと捉えている。1998年、2002年及び2006年の夏に海洋温度が上昇して大規模なサゴアルベド現象が生じたが、このような事態は毎年起こりうるものと予想されている。気候変動の影響はこれらに止まらず、魚が生息区域を変えてしまい、その結果として捕食性海鳥のヒナの死亡率が 上昇するような問題も生じる。また、生息数の変化は、ウミガメの生態域にも変化を及ぼす。グレートバリアリーフが直面する別の脅威には、公害と水質汚染がある。北東オーストラリアの河川は、熱帯性の洪水を起こす。これによって、ンゴ礁に汚染が広がるが、この減少の90%は農場における表面流出が要因である。 そしてその背景には、肥料や殺虫剤の過剰使用がある。土壌流出問題は、自然の沈殿物体積とフィルターの役割を担っていた沿岸部の湿地現象も白車をかけている。この水質低下は、光や酸素を求める藻類の競争を厳しくさせる。鬼人では、サンゴのポリップを餌とする。これらの人での数が多いと、サンゴ礁は荒らされることになる。 2000年に起こった大発生では RRC の研究で調査されたサンゴ礁の66%が失われていた。このような大発生は水質低下や人で天敵を乱獲したために自然のサイクルが狂わされて起こると考えられている。オーストラリア北東は沿岸漁業が盛んである。ホラガイなどキーストーン種の種族維持が困難になるほどの乱獲は 産後礁の食物連鎖機能を混乱させる。漁業そのものも船舶による水質汚染、イルカやカメを混獲してしまうこと、トロール網や怒り及び漁網によるなどを引き起こす。2004年中頃、グレートバリアリーフ海洋公園の約1、3にあたる域で釣りも含むあらゆる生物の移動行為が許可なしでは認められなくなった。 グレートバリアリーフをする船舶が起こす事故は差し迫った事態である。暗礁内を通過する航行は簡単ではないが、船が不調をきたしているような際、修理をするまではリーフ内を通る方が安全と考える操船者は多い。このような要因から判明しているだけでも1600隻以上の船がグレートバリアリーフで座礁などを起こしている。2010年4月3日には、 石炭専用汚染がダグラス浜沖の浅瀬に座礁し最大4トンの油が流出して珊瑚礁に損害を与える事故が発生した。これは制限海域内であるにもかかわらず最高速度で浅瀬に衝突して座礁したもので4日未明に燃料油約950トンの一部が流出する事態となった。これにより海洋汚染や珊瑚礁を損壊する恐れが懸念された。 中和剤の散布により、重油の被害自体は最小限に食い止めたものの、産後症には幅250メートル、長さ3キロメートルにわたって引きずられたような傷が残ったほか、海洋生物付着防止用の有害塗料が、剥がれ産後に付着しているのも確認された。この事故で4月14日には、船長と一等航海士が連邦警察に逮捕されている。 グレートバリアリーフを古くから知っていたアボリジニやトレス海峡諸島民は長く利用してきた。アボリジニはこの地域に約4万年前からトレス海峡諸島民は約1万年前からこの地域に居住、70ほどの部族を形成した彼らにとってリーフは文化を特徴づけるものとなっていた。1768年、ルイ・アントワールとブーガンビルは探検の最中にグレート、 バリアリーフを発見したが、特にフランスの領有を主張することはなかった。1770年6月11日、艦長、ジェームズ・クック率いるエンデバー号がリーフで座礁する事件を起こした。船は大損害を被ったが、道潮に合わせて引き上げに成功し、最終的に脱出した。リーフで起こった最も有名な海難事故の一つに、 1791年8月29日のパンドラランパ沈没があり、この時は35人が犠牲となった。1983年以来、パンドラはで展示されている。グレートバリアリーフには干渉が全くなかったため、その全貌は19世紀までほとんど知られていなかった。この期間、いくつかの島でグアノの堆積物の採掘が行われ、 のように作業を行うための標識として東大が建設された。初期の暗礁研究は1922年のグレート・バリアリーフ委員会によって開始された。王立委員会がリーフでの石油採掘を禁じ、1975年にはグレート・バリアリーフ海洋公園を定めて各種の経済活動を制限したが、それは全地域を包括してはいない。 公園は後の協力のもと、公園管理局が継続的に保てる節度を持った利用を保障する。そのために、ゾーニング、管理計画、認可、教育、エコツーリズム証明などの省令を組み合わせて、産後省の維持管理に努めている。1999年に、オーストラリア議会は、国家の自然環境保護に関する法律を改定し、 地域の生物多様性を優先するガイダンスを規定するように定めたを通過させた。この条例の施行は海洋の生物学的地域計画実施につながった。この計画では海洋環境において各々の種が全体の生態系の中でどのような相互作用をもたらすかを検討することによって海生生物の多様性を保存することが目的とされた。 この過程には二つの段階があり、第一段階では、現在では五箇所のそれぞれ独立した海洋地域で保護する優先順位を見極めることであり、次の段階では、オーストラリア国家が指定する海洋保護地域体系に加える適用海域、保護地区や海洋公園を明確化すことである。陸上の保護地区同様に、海洋地区でも生物多様性が何世代にわたって保護されている。 状態を作り出す。海洋保護区は、オーストラリアニュージーランド環境保全評議会によって、作された国家による海洋保護地域体系創設のためのガイドライン、いわゆるザガイドラインに書かれた基準をもとに設定される。このガイドラインは、連邦水域の海洋保護区に対する国家的地域体系の設立に関する目標と、原則に要約され、 オーストラリアの国策として地方にまで認識され、実行される。これらの政策が適切に実行される中で、海洋保護区は、それぞれの情報が慎重に評価され、無寸比に加えられる。これらの優先順位は、人間や環境が与える脅威の度合いを基本に設けれ、海洋の地域生態系計画が、この優先順位に基づいて策定される。異なる領域の優先順位設定には3つの、 方法が用いられ、まず最初に地域生態系の概略が作成される。次に地域生態系計画が立案され、3番目にこれがまとめられる。これらの計画はまとめられた後でも他の地域に脅威となるような影響を与えるような場合には政権が加えられることがある。二0一年、グブランピはグレートバリアリーフにおける水質悪化に関する報告書を発表し、 この問題の重要性を解説した。この報告では、リーフの水質改善に向けて、オーストラリア国政府とクイーンズランド州政府が、共同して主導性を発揮する点に重きを置いている。2003年には、国と州は流入する、水の質向上に着手した。過去150年間、開発による水質悪化は、産後発火現象や、藻類の異常資源及び農業汚染の原因と、 なってきた。これらが気候変動に抵抗する産後症の活力を削いでいた。以前からの法律、法令65項目を組み込んだ計画は2003年10月に実行に移され、当面の目標は2013年までに水質悪化を食い止めて、工場に展示させることに向けられた。これにより2020年までに水質改善を成し遂げ、リーフの健全な状態へ及ぼす。 悪影響を除くことを目指す。これらは流入する水質を濁物そのものの減少と綺麗な水が流入することで暗礁内の自然な浄化作用を復元させ維持する効果を期待している。上で挙げた目的達成のためこの計画では汚濁物発生源を単独の場所に求めず面的な対策に焦点を絞った。特に 農業で使用される肥料、殺虫剤及び発生する流層土砂を重視し、都市から生じる面的な発生源は別の法律で制御した。この計画は2009年に更新された際、それまでの対策が正しい方向に進んでいると評価した。更新後の計画では、効果の優先順位を重視し、産業界や共同体と連携し、新しい政策と規定の枠組み、 リーフプランを具体化するという試みを明記した。ここでは、達成状況の評価、新しい目標を設定、責任の明確化、監視と査定方法の改良が行われた。これによって、改定時点で65の目標のうち41が達成され、18の進展が途上にあり、6は不十分な進捗状態にあると判断された。2003年改定のポイントは、 リーフクオリティパートナーシップの創設であり、目標設定と進捗管理を行って、土地所有者が行った改善に応じた、賃貸拡充など報酬を得られるようにすることを定めた。ウォータークオリティインプルーブメントプランでは、地域の目標設定を行い、必要な管理体制の改革を明瞭にした。ニュートリエントマネジメントゾーンの設定では堆積物の除去を推奨する地区を設け、 収穫と持続的農業を助成する教育プログラムや土地管理手法の改革などはファームマネジメントシステムと実務に関する規約を通じて実行する。クイーンズランドウェットランドプログラムや他の研究成果はすでに産後症に流れ込むの質を向上させる成果に結びついている。また、それぞれの計画が水質に どのような影響を与えているかを評価する科学者の特別委員会も設置された。彼らはそれぞれの計画は目標に達しているが気候変動に対するグレートバリアリーフの回復力向上に水質改善の効果が及ぼしたという証拠の確認は不十分だという見解を示した。2008年のリーフォーカスサミットでも詳細な報告がなされ同じ結論に達した。これを受けて 国や州を含む複数の団体にわたる利害、関係者による検討会が設置され、目標や達成点の更新が行われた。更新計画では、分野と活動内容に対する重点戦略が組まれ、2013年の達成を目指した。また、目標達成の評価を行うため、定量的な数値が設定された。例を挙げると、 新年物中の窒素とリンゴを2013年段階で50%まで、2020年段階で20%まで削減することが盛り込まれた。また、計画には土地所有者が習得すべき牧草、土、肥料及び化学物質を管理する技能の段階を概略で定めた。さらに、水質改善に寄与する土地利用法の枠組み構築を助ける概略計画を実行する。 取り組みのいくつかに対する援助が含められた。これらの手段で国と州は2013年までに水質向上を期待している。そして2013年の報告には未来に向けたさらなる水質と野生生物の生育環境向上を表するために何をなすべきかが盛り込まれることになる。2004年7月海洋公園内に新しいゾーニング計画が実施され、 これは海洋生態系保護の新しい世界的な標準となるものと評価された。このゾーニングはソフトウェアを使用して策定された系統的保存計画手法で設けられた。これによって変更された特に重要な保護区域が占める面積は4.5%から33.3%まで大きく増やされ、当時としては世界最大のとなった。ただし2006年に これを上回る規模のパパハナウモクアケア、海洋ナショナルモニュメントが設定された。2006年に報告されたレビュー、1975年のグレートバリアリーフ海洋公園条例では、ゾーニングは今後2013年までは手をつけるべきではなく、産後礁の健全性、管理状況及び環境の圧について調査し、5年ごとに査読を受ける報告書がまとめられ発行されることを提言した。 査定では、証拠をより明白にするための評価基準が準備されており、これによって判断される点数が与えられる。報告書はそれぞれこの評価と採点を経て、過去に遡った過程を追跡することができる。類い稀な生物多様性を持つ上に、暖かく、等を用いた、利便性が高い海域でもあるため、グレートバリアリーフは非常に人気がある観光地であり、特に、 スクーバダイビングは好まれる。観光拠点は、それぞれニップランを提供する便利なウィットサンデーやケアンズになり、この地域は海洋公園の7%に相当する。クイーンズランド州沿岸では、日帰りのボートツアーを企画するとしもい。また、リゾートを提供する場所は、初期に開かれたレディーエリオット島など27の島、1996年現在、や沿岸がある。 国内旅行では1996年の時点でほとんどを取り込み、特に冬の時期に人気を博した。1年あたりの観光収入は7億7600万オーストラリアドルに達した。2003年には40億オーストラリアドル、2005年には51億オーストラリアドルとなった観光収入は同区最大の産業となり、毎年200万人が訪れるようになった。しかし、 これら観光事業がグレートバリアリーフに悪影響を与えているのではという懸念もある。ボートツアーやクルージングが多く行われ、その機会も1日から数日間をかけるもの、船舶もディンギーからまで多様である。グラスボートや海中天文台もあり、ヘリコプター飛行も行われる。しかし断然の人気を誇るものはシュノーケリングとスクーバダイビングである。これらは平底のボートを使い、 潜る場所は網で囲われる。水質がきれいなリーフの外側が特に好まれる。観光事業は持続可能性に配慮して管理される。観光料金にはグレートバリアリーフの研究に使われる費用が加味されており、グブランピ総収入の20%がこれから賄われている。リーフの通行においてクルーズ客船やまた闘病には制限がかけられている。 クイーンズランド州におけるグレートバリアリーフの水産業は年間10億オーストラリアドルの利益を上げている。創出雇用は約2000人であり、さらにレクリエーションや伝統的な自家消費用の漁業でもリーフは活用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。